どうした？俺がここまで残っているのが不思議か？まさか、お前がこんなところで負けてる方が不自然だぜ。そうか。俺もお前と出会わずに優勝したんじゃ後味が悪いと思ってたところだ。ちょうどいい。お前のビートマグナムと俺のネオトライだが、どちらが早いかここらで一度本気で白黒つけておくか、ゴー。ああ、いいぜ。俺もお前と戦わなかったから優勝できたなんて思われるのも尺に触るしな。せっかくの機会だ。お互いあの頃に戻ったつもりでやろうぜ。あの頃？ああ、お前と俺が初めて出会って勝負した時のことさ。せっかくマシンも俺たちの実力もあの頃より数段パワーアップしてるんだ。だから気持ちもお互いあの頃のようにライバル心抜き出してやった方がレースも楽しめるってもんだぜ。そうだな。もちろん初めから俺もそのつもりだ。よし、そうこなくっちゃ面白くないぜ。お前には言う必要ねえと思うけど、手加減なしだからな。手加減して勝てる相手じゃないことぐらい分かってるさ。それじゃ行くぜ、リョ。真剣勝負だ。おう。なんとか逃げ切ったな。ちくしょう、俺のマグナムが負けちまうなんて。悪いな、ゴー。今回は俺の勝ちだ。仕方ね、勝負は勝負だ。悔しいが、お前に負けたんならまだ諦めもつくぜ。俺もお前との勝負でさらに自信がついた。必ず俺が優勝決めてやる。いい勝負だったな。終わったらまたやろう。ああ、約束だ。次は絶対勝つからな。ああ、それじゃあ先に行くぞ。わけのわかんねえレースだ。気をつけていくよ、リョウ。
ほう、次はてめえか。カルロ、貴様。なんだ、そんなに驚くこともないだろ。俺がこんなとこで負けるとでも思ってたのか。お前もせっかくここまで来たのに運が悪かった。ここで俺に負けるか、それとも尻尾を巻いて逃げ出すか。サービスだ。どっちでも好きな方を選ばせてやる。バカバカしい選択だ。運が悪かったのはむしろお前の方だ。俺のトライダガーは今最高に調子がいい。お前がどんな汚い手を使おうと、俺がお前に負けることは絶対にありえないぜ。俺が汚い手を使わねえと勝負できねえみたいな言い方だな。ここにはオフィシャルもいない。貴様がアディオダンサーを使うにはもってこいの舞台だと思うがな。チッ、相変わらずムカつく野郎だぜ。心配すんな。アディオダンサーを使わねえでも、てめえも他の奴らと同様きっちり仕留めてやるぞ。覚悟しな。お前がここまでどうやって勝ち進んできたかなど聞くつもりはない。だがお前がたとえどんな走りをしようとトライダガーには通用しない。覚えておけ。どうやら俺に駆られる方を選んだらしい。ならグダグダくだらねえこと言ってねえでマシンを構えな。俺は俺の走りで貴様を倒す。勝負だカルロ。そういうセリフを聞くとヘドが出るぜ。ここで消えちまいな。運が悪かったのはどうやらお前の方だったようだなカルロ。チッ、だがお前とのレースにしては悪くない内容だった。借りを返したければいつでも来い、受けてやる。先に行かせてもらうぞ。